早くも4つ目の石を探すことになりました。もし見つかれば7つのうちの半分以上を見つけたことになるのです。皆の心は明るく弾んでいました。でもそんな彼らを出迎えた森は暗く重苦しく影に沈み込んでいるように見えました。ノコギリ谷、森入ってくんだな。おっと、めっちゃエルフっぽいの出てきたな。例えば、なんだなんだ。そうそう、失礼だな。そうな。ひどいな。なんかいい感じだな、これ。違うユニットか？エルフっぽいの弓兵と、ああアーチャーとバリキリーとかかな。使いの多さ。知られたらびっくりだよ。あ、優しい。そう。あれ？なんかそういう言い伝えとか重視しそうな一族なんだけどな。はぁ、あ、取りに行っていいのかよ。そりゃ止めるわな。ましてや、石持ってくっつってんだから。驚くね。当然の対応だよ。ああ、そっちの心配？
らは草原の人扱いなんだ。さっきのいなくなった一派はこんな感じで困ってんだろうな。派なんだな。あ、バルキリーって書いてある。チャートも書いてある。覚えてんだな、どっかで。おっと、音楽変わった。でもシームレスだ。まだいいや。おっとっと。若者たちの対立みたいになってんのか。詩人だな。かっけえなあ。あ、入れないな、ここ。進めるか。また音楽変わった。お、またデフォルトで。ループする選択肢だな。だよね。来てくれると思ってたよ。の若者は魔物を倒したい組なんだよな。快感。音が入ってる。
なんか変な条件。ちょっと待って待って待って。それ、なんだ？ちょっとやめてくれよ。そんな条件出さないでくれ。2列目から攻撃をすることができます。攻撃補助ではないんだな。多分これあれだな。何回も攻撃すんだ。間接攻撃。ってことは、何ターンかローテーションしないで耐えられる前衛と組み合わせれば強いってことだよな。でも何ターンか耐えるためには防御補助つけないとな。情報がないです。はい、ありがとうございます。回復力ないし、なんかなんとでもなりそうな気がしちゃうんだよな。まあ行ってから考えるかなと言ってみよう。どっちだ？こっちじゃないか。こっちだ。でも一人で行ったことあったかお前。あ、止まってる止まってる。敵かと思うじゃん。強気だな。考え方が何なのか言おうとしたけど、それはそれでまた当たっちゃうと。さて考えよう。体力の低いものを狙う。ヒットポイント185、攻撃は13か。まあローテーションバンバンしてっても今回はいいわけだから、
まあローテーションありきで考えよう。1ローテーションか、最悪でもここでとどめさせればいいかな。こんなん計算すればわかんだけど、もうとりあえずやってみよう。もうボス戦だけでいいや、計算すんのは。まだ大丈夫。そっか、低いやつ攻撃だもんな。こうなった時は攻撃してくれるのかな。あ、なんかちょっと弱い。その失敗ありかよ。倒せないとかじゃないのか。やり直しになるのか。もう一旦大丈夫。やばい。何やってんの。そろそろ倒せる。回してこう。なんか変な手こずり方しちゃったな。いや、もう回さなきゃ。ここで終わってほしいけど。アーチャーの方が素早いはず。あ、これでもいいのかな。あー、よかったよかった。もう完全に今のは勘だったな。最後190は結構多いな。攻撃力12で別攻撃があって2345、ここまでで多分倒せるだろうな。4回連続で来る。12666、うん、
に最初10に受けるかで666だから結構耐えるぞここで。なんならこれで手もいいかな。最終的にもう一回戻せるようにすっか。そしたらここじゃなくていいかな。あでもあ自己回復できる方がいいか。12666だな。これでいけちゃうんじゃないか。まあ一旦ねここで24防げるよな。6死24でまた10に来るけど耐えるしで、なんなら防ぐから2ターン耐えるよな。この4人で2ターン攻撃できるんだったらいけるじゃない。甘いか。削ってまだ大丈夫。もうちょっと削ろう。ならもう一ターン大丈夫だけど、いやこれは回さないとダメだ。あぶねえ。うん、なんか最後の方が分かりやすかったな。これで情報もらったやつはみんな倒したな。石出せ、石。石出してよ。光るじゃん。あ、めっちゃ刺さってんね。お供えなんだ。
ああ、やられっぱなしは嫌だよ。そこでだよ。いいものありますよだよ。魔物の使いだと思われてもおかしくないな。まだ光っただけだけどね。なんだろう、家って久しぶりに選んでみるか。怒られただけだった。なんだ、ちょろいじゃん。陰謀とか大きな事件もなく。あらあらあら、あ、動けた。はいはい。なんで今聞いたんだ。ああ、そのくだりやったよ。聞かんない。その最後は自分たちにやらせてくれっていうのにすげえ苦しめられてんだけど。それはどうかな。Thank you.
詩人。じゃあ帰ろうか。お願いします。もう増えてってくれるのが当たり前だと思ってるから。マジでとかないけど。ん？もう帰っていい感じかな。なんか今回はショートストーリーだったな。次の目的地がわかるのかな。あ、そっちから来た。本当だな。音楽音楽。あー、お母さん捕まっちゃったよ。通りでなんかふわっとした話今やってると思った。嵐の前のなんとかってやつだな。いや、もうだって、怪しかったもんな。